マダムレイ、ヤスシタオコラボレイティッド、という T シャツをですね、カナエが作って、僕が買いました。一銭も負けてくれませんでしたけれども、まあ、この T シャツをちょこちょこ着ながら話しております。今日はですね、ナイトゲーム、これは京セラドーム大阪で行われました阪神タイガース対広島カープの9回戦4勝3敗1引き分けで阪神が1勝リードという対戦成績ですけれども、今日はですね、まあ、好投しながらまだ一つも勝ててない藤浪投手0勝3敗と、ドラフト1位で今年入りましたね、明治大学から森下投手の投げ合いということになるんですが、ここまで藤浪投手この3敗はしてますけれども、徐々に良くなってきてる。そしてゲームそれなりに作ってはいるんですが、援護点がほとんどない、2点そして0点1点とね、もうこの2点までしか取ってもらえてない0点というゲームもありました。これではね、なかなかやっぱり勝ちにつながらないんでね、今日はタイガース打線なんとか援護点をというところなんですが、カープの森下投手がですね、今日またすごいピッチングをします。まず初回から、いきましょうね。1回の表、藤浪投手ちょっとここはですね、いろいろ打たれますね。西川選手にまずセンター前、そして初木選手にレフト、長のセカンドゴロでしたけれども、1、3塁そして、鈴木がレフトへタイムリー先制、難しいボールでしたね、ちょっと落ちる球でしたかね。そして、5番の松山が、左中間に2塁打、1塁ランナーの鈴木も帰ってきて一気に3点ということになりました。でその裏、1回の裏はですね、森下が近本をショートフライ、中谷をライトフライ、サンズをセカンドファウルフライと、もう完璧でしたね。2回以降もう森下の方は三者凡退が続きます。4回まで一人のランナーも出さずという素晴らしい内容でしたね。3回の表にカープは、長野のフォアボールを足掛かりに鈴木のセンター右のヒットで1、3塁そして、松山のショートゴロダブルプレーの間に1点追加4対0、もう優位に進めますね。今日の森下の内容だとこの4点というのは非常に重くなるな、そういうふうに思いましたね。ヒットをタイガースに出たのは5回の裏2アウトから梅野がセンターやや右に、初ヒットですね、タイガースの でしたが木浪のセカンドゴロでこの回も0点で、6回の表に、ヒット坂倉がヒットで出て、2アウト堂林アウトにして2アウトにするんですが、田中のところで1塁が空いたので、申告敬遠1、2塁、それでピッチャー森下と勝負するんですけれども、2-2からですね、甘いスライダーをこれレフサード線に2塁打、もうダメ押しになる2点を追加して6対0ということになります。あとはもう楽しみ見どころというのはですね、これ森下が完封するのか完投するのかと、そういうところに来たんですけれども、完投しましたね。それも完封でした。9回の表に近本が2アウトからこのゲーム2本目ですね、全体で2本目のヒットが出ますけれども、もう全く勝ち負けには影響がないという中で2安打完封、それも無四球で、ね、抑えたという森下投手のピッチングすごかったですね。まあ新人王候補は森下だろうっていう評論家多かった、僕もその一人なんですけれども、まさかこんなにねいいピッチングをするピッチャーなんだっていうのはその時は知りませんでした。やっぱり期待以上の今日は内容でしたね。そうですね、藤浪君の場合はやはりだんだん良くなってきてたんですよね。1戦目2戦目3戦目とだんだん良くなってきてました。
それで、あ、もう今日ぐらいそろそろ行くのかなと思ってたんですが、彼のゲーム後のコメントを聞いてると、初回ちょっと丁寧に行き過ぎましたということなんですね、うん、もうよくわかりました。あのやはり大事に行き過ぎるっていう気持ちになるのもわかるんですよね。あの自分の時にあんまり点を取ってもらえない、だからもうきっちりと抑えないといけないっていうような気持ちが強く出過ぎたんじゃないのかな。やっぱりあのバッター目線でいくと、嫌なピッチャーってどういうピッチャーなのかっていうとね、向かってくるピッチャーなんですね。向かってきてるなっていうのを感じるピッチャー、これがバッターからすると嫌なん。今日の森下君なんかはもうその典型でしたよね。まっすぐなんかそんなにコーナーコーナーに来てるわけじゃない、まあ、でも逆球はほとんどなかったですね。外に構えたら大体その近辺には来てました。でも確実にきっちりとっていうんじゃなくて、甘い球も来るんですけれども、やはり自信もあるんでしょう。あのガンガンあの腕が振れてましたし、まあ、バッターをこう、上から目線でこう押さえつけるぐらいの感じがありました。顔はもうね、可愛い顔してるんですけれども、ハートは強いなっていう感じがしましたね。まあ、その証拠にフォアボールが一つもなかった。もうやはりストライクゾーンでガンガン勝負できるんだという、そういう、まあ、自分のボールに対する自信、そういうものがあっての、今日の完封だったと思いますね。だから藤浪君の場合は、あ、そう、どうなんでしょうね、もっと自分のピッチングフォーム、そういうものも大事なんですけれども、いざあのゲームでマウンドに立った時にはもうバッターと喧嘩する気で行くんだっていうぐらいの、そういう気持ちで立ったらどうでしょうかね。やっぱりもともとのポテンシャルの高さもみんながね認めてるピッチャーなんですけれども、ちょっとハートの弱さを感じるピッチャー、そこを何で補うかっていうと、もうこれからはねやっぱり相手と喧嘩するぐらいのつもりで、勝負する、それでなんとかこう補えるんじゃないでしょうかね。あんまり、データ、フォーム、そういうものを気にしすぎると藤浪投手の良さがちょっとなくなってしまいそうな気がしますね。今日やられましたけれども、まだチャンスはもらえると思います。次の登板でちょっとそういう向かっていくピッチングっていうのをちょっと見せてもらいたいなと思いますね。今日のピックアップ選手、これはもう森下正人投手、背番号18、笹岡監督もつけてました。そして前田投手もつけてた18番、エースナンバーですね。やっぱ期待の大きさがこの背番号でわかりますね。1997年の8月25日生まれ、今22歳、あと11日で23歳になるというピッチャーですね。大分県出身、180センチ76キロ、県立大分商業高校から明治大学、そして広島カープ、大学の2年生の頃、2年生からジャパンの代表で、選ばれて、昨年は日米大学野球選手権で2勝して MVP を取ったということですね。大学通算成績は13勝9敗、防御率 2.78、 最速が155キロ、バッティングセンスもいいとまあ今日のバッティング見たらそんな感じですね。結局ですね、今日9イニング完封しました。それで、規定投球イニングにも到達します。明日のゲームまでは規定投球イニング達するんですが、明後日でまたちょっと、規定投球イニングにまた満たなくなるんですけれども、もうほとんどその近辺にいます。それで、4勝2敗になりましたね。防御率がですね、今日のスタート時点が 2.87 だったんですが、今日9イニング抑えたことによって 2.314、横浜の平ですね、そしてジャイアンツの菅野に次いでセリーグで3番目の防御率になりました。もうこの調子でいくと、もう新人王は確定するんじゃないかな、故障がなければですね。それぐらいの非常に内容のいいピッチングを今日見せてもらいました。三振も12個取ってますね。タイガースのバッター陣見たら、まっすぐ狙いに行って、まっすぐ振りに行ってるんでしょうけれど、ちょっとこう差し込まれる、そういうバッターが多かった。甘い球が行ってもそれを芯で捉えきれない、
真っ向からこう投げ下ろすピッチャーなので、コースがこう乱れるっていうピッチャーではないんですね。高さの見極めが難しい、まあ、そういうピッチャーなんですけれども、これまあ何度かやられてるとこれはいかんぞっていう報告になるんですけれども、今日の9イニングを見るとまた次回も当然来るだろうな、でそれどういうふうに対応していくんだろうっていうのがですねまだ見えませんでしたね。まあ、これは井上バッティングコーチ、どうやって次の対戦の時にこの森下投手と戦っていくのか、これもまた次の見どころ、楽しみの一つではあると思います。明日はですね、西大瀬良の投げ合いとなりますね。両投手、開幕で投げた、投手対決ということで、まあ、西もですね、今日のタイガースの打線を見ると、これはもう点やれないぞっていう気持ちが非常に強く出ると思いますけれども、その中でやっぱり向かっていくっていう気持ちを忘れずに、戦っていってもらいたいなと思いますね。大瀬良も一時ちょっと落ちましたけど、また、上がってきてますんで、明日も多分好ゲームになると思います。ロースコアの戦いになるんじゃないでしょうか。僕の予想ではそういうふうに思っております。以上、今日はカープが6-0で勝ったゲームをお伝えしました。